よし、始まっていると思います。はい。よろしくお願いしますね。お願いします。まあ、まだ8時までは少しこう待とうと思います。あ、これ宇宙流れとんな。すごい。よろしくお願いしますね。お願いし流れまてるす。よ。まあ、まだ。キャンプ終わったんすか？終わった終わった。どこと練習したんすか？じゃあどっからか言えないからあれなんだけど。ああ、そうか。そうそう。山口とやったよ、それこそ。ああ、姉妹どうでした？姉妹元気や、でした。元気やったよ。やつかな。適当に飲み物とか飲んで、ラフにやってください。なんか、先週、まああたりやったから、ここで大輝来て、なんか俺の なんか思い出コーナーみたいになっちゃってるけど、これマジ偶然だからね思い出話、そうっすね。まあ大輝が、ありがたいことに自尊にも入ってるし、あ、僕、これ入ってんすか、理想、俺、あれ。え、入っ入ってますよてる。ね。入ってる、入っ入っててますよる。ね。うん。やりた俺、いですってこと結で。構、井筒に結構、俺、リップとかしてんすよ。あ、そう。ほら、全部無視してんすよ、あいつ。あ、そうか、そのスクショが来たよ、だから。ジソやらしてやって。うん、神様にはなったつもりなのか聞いてるといいね。な。うん。でもあいつ、まあ。もう最近全然ファウンダーのくせに聞かないからね、この現場の話。すごいっすよね、あいつ、本当に。あいつはすごいね。マジで、頭すごい、マジで、思考がすごかったからな。大くせよな、思考が。いや、すごい。初対面すからごいすぜ。ごかったっすもん。まあ、いないよね、J リーグ界に、あの人種は、あの手のい人や、は。すごい。結局、みんな井筒に感染されてから、うん。ああ、すごいなと思う。1分ぐらいしたら始めましょうか。ウィー。続々と皆さん見に来てくださってるようです。前回もね、見てくださった皆さんありがとうございました。まあ、この企画は僕が個人的に、まあ、未来への鍵と題して、まあ、本当にこう、サッカー選手やってると、まあ、選手から、ふとこう気づかされることもあるし、普通にこう、話している、まあ、経営者だったりとか、まあ、そうじゃなくても普通に会社員をされている方だったりとか、まあ、友達だったりとか、先輩だったり、後輩だったり、いろんな価値観を持ってる人間と、本当何でもない、一言で思いがけないこう発見というか、あ、これってすごいなんか自分に足りなかったとこだなっていうのをね、どこでこう気づかされるかわからないなっていうのを僕自身生きてて、結構感じている中で、まあ、自走を通して、まあ、この個人企画としては、まあ、もともとプレーしてた選手だったりとか、まあ、そもそもゆかりのある選手を基本的には、お招きして、まあ、その当時とは、もう時間軸もかなり変わっていて、お互いにこう変わっている部分が必ずあるので、まあ、そういったところにこう触れることで僕自身も成長したいなと思っているところの企画というか番組というかそういう形になっております。というわけで8時1分になってしまいましたけど、始めていきたいと思います。未来への鍵第6回です。今日はアビスパ福岡、渡利大樹選手に来ていただきました。こんばんは。お願いします。よろしくお願いします。そしてご覧の皆さんも改めましてこんばんは。また
そんなにこう長い時間ではないんですけれども、まあ、お時間がある方とか興味のある方は一緒に何かこう聞きながら自分事だったりとか、または少しこう遡って昔こんな感じだったんだなみたいな、僕たちにこう投影していただいても構いませんし、いろんな聞き方をして楽しんでもらえたらなと思います。というわけで大輝から今回に関してはちょっと逆オファーチックなところももらい、めちゃくちゃ俺は嬉しいんです。初めてですね、逆から言われたの。おますか。うん、いや一緒にやらないって俺からだいたいこう投げに行くんだけど、うん、これ嬉しいです。なんか未来の鍵って何なんですか。未来の鍵ってだからそのさっき言った自尊内にある、まあ、一つのコンテンツで、まあ、自分俺がまあ、どこにこう自分を成長させてくれるヒントだったりとか気づきみたいなものが落ちてるかわからないっていうところで、なるほど、いろんな人とかを話すことでそういったきっかけとか気づきみたいなことが何かこう落ちてたらいいなっていう意味合いを込めて未来への鍵を、おしゃれっすね。させてもらってます。すごいっすね。いやいや、すごくないわ別にすごくないわ。大輝とはまあ2016年、はい、一緒にね徳島ヴォルティスに入団したという、まあ、いわゆる同期入団ということになって、それから当時長島監督で1年、過ごして2017年はリカルド・ロドリゲス監督1年目まで、大輝と一緒にね同じチームでプレーさせてもらいました。まあ、その時から、まあ、大輝のその人間性というかパーソナリティのところと、まあ、それからその先を見据えている、まあ、当時23とかかな、大輝が。そうですね、はい。俺が28かな。ああ。大輝の年ぐらい。そんな離れとんや。そんな離れとるよ。あ、そうなんですね。そうそう。そんな離れとんのよ。まあ、大輝のね、まだまだこう、若くて、これから先があるっていうところで、どういうこう、モチベーションで徳島に来てとか、こっからどうなっていくのかみたいなのも。まあ、こう近くで見させてもらったし感じてたしっていうところの経緯があります。どうですか最近の渡り大輝。なんかチームの、あ、チームってこんな感じなんだなってちょっとずつ見えてきましたよ。お、なんか大人になったっぽいや。あ、それが悔しくもありますけどね。あ、そう。なんかやっぱ尖ってた人って年取ると丸くなっていくじゃないですか。うん、っていうよね。あれなんでなんですかね。やっぱいろんなことが見えるんですかね。うん。視野は広がると思うよ。いや、でもなんか、ちょっと、もう一回尖りたいなと思ってます。ああ、いいんじゃない、でも。どうやってやるんか、ちょっと、あれだけど。うん、なんか、いろんなことが見えて、いろんなことをしないといけないなって思う反面、うん、なんか、ちょっと自分のことをないがしろじゃないですけど、うん、なんか、自分のことをちょっと、次に置いてた部分があったんで、ああ、なるほどね。やっぱり自分を一番に持ってこないと、まあ、それがチームのためになるんかなとは思ってます。最近考えてましたけどね。ああ、なんかそれで言うと、俺の場合は、なんかチームのことをやるっていうことが、自分を一番、上に置くために必要な要素として取り入れられてるから。それすごいっすよね。うん。チームのことを逆にやらなくなると、俺多分尖れないみたいなとこあるんで。なんか自分のプレイヤーとして、まあ、もちろんその 100% 人のために尽くすっていうのは、まあ綺麗事すぎて、そんなことは多分、言ったとて、たわごとだと思うのね。まあ、人間、うん、結局自分のためにやってるわけであって、だからその自分のためにやるっていうことの、まあ、方法とか考え方がまあ異なる。大体こう自分のためにやろうとすると、うん、まあ、トレーニングだったりとか、まあ、自主練だったりとか、まあ、栄養とか、疲労回復だったりとか、こう自分に直接返ってくる分かりやすいものをまあ、取り入れる人が多いと思っていて、まあ、それは俺もやってたし実際、うん、でもなんか最近の考え方だと、もちろんそれはやってるけど、そうじゃない方でいくと、もう一軸で言うと、その
自分が、なんて言ったらいいんだろうな、自分のためになることって人のためにやってることが自分のために最後一周回って帰ってくるみたいな、っていう思考が結構俺は強いから、だから自分が活躍するよりなんかチームが絶対一でこう機能してくれたら、結果自分は絶対その中で生きてるっていう、まあ自分のためだよ、つまり自分のためだよっていう言い方をしてる感じかな。だから多分俺ずっとチームとかすごい考えてるんだろうなって思う。確かに、それすごいっすね。しんどそうっすね。え、めちゃくちゃしんどいよね。めっちゃしんどそうっすね。いや、しんどい、うん、まあそれすら楽しめている時もあるけど、まあでも時にやっぱすごいしんどい時もあるけど、まあでもそれでも2019とか別に上がれなかったけど、あー、あれか、なんか本当上がれなくて OK じゃないけど全然、でも本当あれはなんかグッドルーザーだったなって思える自分の中で。すごいな、上がりたかった、グッドルーザーって。そうっすよね。うん、それは上がりたかったけど、もちろん。いや、そうっすよね。結構長いっすもんね。結構惜しいとこまで毎回行ってましたもんね。いや、そうそうそう。それこそね、プレイオフの時も。いや、そうっすよね。うん、そうだったし。いや、結構最後、ケン君とあのリカルトが抱擁してたの、ちょっとグッときましたよ。あ、ありがとう。いや、久々にグッときた、うん。ああいう人の姿見て。いや、あれはでも、なんかできすぎてるぐらいのドラマ、 ドラマみたいだったな、多分昔から知ってる人からしたら。いや、ほんとっすね。うん。あれは多分、ケン君のこと知ってる人はみんなグッときたんじゃないですか。そうかな、心が。やっと岩を実ったな、みたいな。いや、絶対そうですよ。もう、あれに多分もう、純粋 100% でもう、嬉しかったんじゃないですかね、ケン君に関わるみんなは。うん、まあ、俺はちょっとあれでしたけどね。お前どうせなんかちょっとひねくれてるから半分ぐらいはなんかうざみたいな感じだろ。まあちょっとあったっすけどね。うざいというか、なんかまあなんなんやろうな、あの感情。まあ自分の時に上がれなかったんで。まあそうね。なんかそこに対するなんか悔しさというか、なんか嬉しいんですけど、ちょっとなんかそういうのはありましたよね。うん、あ、そうなんだ。はい、不思議っすよね。でも大輝も、まあなんやかんや言っても、自分で、キャリアアップ、まあなんか J1 行ったからキャリアアップっていうの俺あんま嫌いやから、ちょっと今の言葉使わないけど、うん、まあ自分でこうキャリアを選択して歩んできたじゃん。はい。徳島離れてから、まあ、広島行って、大分行って、はい、今年からはアビスパなんで、まあ、アビスパはまだあの始まったばっかりだからっていうところあると思うけど、どうですか、あの J1 クラブに移籍してみて、なんかチームを重んじてる俺としては、なんかこれ誰だっけな、うん、誰かにも言ったんだよな、野村に言ったのかな、なんかどうなのかなっていう、結構個でやってるイメージが俺は結構強いから。でもちろん監督がいて。J1 ですか？ J1。ああ、僕が今まで行ったチームは結構個とチームがすごく良かったなと思ってますけどね。ああ、そうなんだ。まあ広島に関しては僕地元なんで、うんうん、すごいなんか、あの時やっぱ広島帰ってもう一回サッカー選手とは何ぞやみたいなことを気づかされたこともあったんで、おお、それ何で気づかされたの？豪雨災害あったんですよ、僕の地元が。え、何、もう一回言ってごめん。豪雨災害あった。雨。豪雨災害ね。豪雨災害あって、うんうんうん、でこれ何回か記事に出たんですけど、僕の先輩の家が流されてたんですよ。うん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 、で、土砂で。で、僕、怪我してて手伝い行ったんですけど、もう結構、やっぱ、えぐくて。もうなんか3メーターぐらい土で埋もれてて、うん、で掘ったらバカでかい石が出てきてみたい、うん、いやマジで真夏でもう砂ぼこりとかえぐいし、マスクせんにゃいけんし、うん、これなんか先見えなさすぎじゃねみたいな思ったんですよ、うんうんうん、でもやるしかないみたいな、もう
で、僕手伝い行った時に、その、まあ先輩とかが、ちょっとこう、あ、こいつ、あの後輩でサンフレッチェのサッカー選手みたいな感じで言ってくれたんですよ。うん。そしたらちょっと場が明るくなったんですよ。へぇ、もう何もない、もう真っ暗なとこから。うんうん、うん。で、その瞬間に、あ、なんか、サッカー選手ってなんか価値あるんだなと思って。うん。なんかすごいなと思って、その時に。うん。で、そこからなんかやっぱサッカー選手ってやっぱ、価値のある職業やし、うん、こうやって影響あるんやなって思って、うん、で、これが自分がもっとこう影響力っていうか、活躍していけば、いろんな人に対してそういうのを与えれるんやって思ったことがあって。なるほどね。結構これは大きい経験でしたね。なるほど。で、やっぱ広島地元やったんで、うん、やっぱ僕の高校時代とかちっちゃい頃とか知ってる人が多かったんですよね。うんうん、多いじゃないですか、うん。で、やっぱ居心地いいんですよ。うんうん。それでなんかちょっと、あ、甘えたらダメだなって思ってましたね。なるほどね。やる前からってこと？もう一席決めてから。いや、やっぱやってても、まあ僕全然結果出してなくて。うん。でもすごい応援してくれてて。うん。まあ申し訳なさと。この居心地の良さに甘えちゃダメだなっていうのもあって、まあ、移籍したのはあります。なるほどね。はい。なんか、大輝ももう今年8位になるけど、ちょっとなんかチームのこともみたいな話してたじゃん。はい。どんなイメージなの？その現役これから続けていく上で、渡り大輝。いや、まあ、理想はずっと尖ってたいっすよね。うん。あの、いい意味でね、あの、チームに悪い影響なく尖っていきたいっす。うんうんうん。それが理想っすかね。もう見えちゃってるんでしょ、ちょっと周り。いや、見えちゃってる。見えちゃってるんでしょ。見えちゃってる。なんか、そうやな。それでもう一回尖るのか。見えちゃってる。見えちゃ、うん、はい、なんすか。いや、見えちゃってるってことは多分見られてる側も見えちゃってるから、うん、そうなるとなんか尖り始めるとなんか悪く見えると、こう悪く言って、なんか大輝さんって結構自分だなみたいなことになる。なんかそういう尖り方じゃないんですよ、僕多分。あ、違う、サッカーでのその尖り方、うん、ああ、もうすごい要求とか、うんうんうん、もう練習からバチバチ行くとか、うん、まあ、そういうなんかもう勝つために尖るっていうのが必要かなと思ってますけどね。ああ、え、それはやってんじゃないの？それやってないの？いや、ちょっと やってるんですけど、うん、なんかちょっと悩み抱えてる人とかにやっぱ相談とか、いや大丈夫かみたいな聞くじゃないですか。うんうん、そういう人たちもなんかこう、共に上がってきてほしいと思ってるんで。うん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 。で、逆にそっちばっか行っちゃって、自分自身に対してどうなのっていうのがあったんですよ。ああ、なるほどね。なんか人の悩み聞いてる体で、自分がその人の悩み聞いて、うん、あ、自分はまだ大丈夫なんだっていう、安心してる自分が、なんか、あ、これやっぱやばくないと思ったんですよ、自分で。ああ、なるほどね。だから、ダセーなと思って。シンプルになんか俺人のなんか人のためとか思いながら、結局自分が一番落ち着くために聞いてんじゃんみたいな。ああ、なんかそれちょっとダサいなと思って。まあ落ち着くためだったらダメだな、確かに。なんかそうじゃないですか、人の悩み聞くときって。なんか相談して解決してあげたいけど、その悩み聞いて自分の心を保ってている人っていると思うんです。うん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 。なんかそれちょっと違うなと思ったんで。ああ、でもその人の気持ちわかんないな。あ、ほんまですか。うん、悩み聞くこと結構多いけど。ああ、そうなんですよね。だから僕のひねくれがそうなってるのか、なんかそういう自分がおったんですよね。後輩とかのアドバイスしながら自分に言い聞かせて、自分がなんかこう保てるようにしなんかやってるみたいな。ああ、なんか根深いな、深いな、それ。なんか、それがなんかね、なんか、とりあえず、自分はもうなりたくない自分になりたくないんですよ。うん、もちろん。
うん。で、なんか、それ、ちょっとこのまま行っちゃうと、なんか、ちょっとダサいなと思ったんで。なるほどね。はい。悩みでもそしたら聞かない方がいいってことになっちゃうよね。いや、もうなんか、まあ、そうですね。聞かないというか、まあもう、いや、そんなん言うとる場合じゃなくねみたいな。スタンス。もうなんか、そういうところじゃないよっていう。もう、その悩みなんかもう、自分だけが気にしてる悩みで、うん、他人からしたら全然興味ないし、うん、もう自分だけがそう悩んでます、かまって、みたいなスタンスやけど、うん、いや、そういうのいいから、みたいな。厳しくない?いや、でも多分ね、結局そうじゃないですか、悩みって多分。そうかな、うん、いや、俺多分ね、まあ、他人に期待してるじゃないですか。うんうん、試合に出れないって、俺こんだけやってるから、みたいな、うん。見てよとかさ。なんであいつ調子悪いのに、俺こんだけ調子いいのに、みたいな。ああ、はいはいはい。その手もう、もうそうじゃなくて、うん、もう、いや、周りが認めて初めてやと思ってるんで、僕は。うん。うん、だからもう、いや、周り認めさせていいよ、みたいな感じなんですよ、ね。なるほどね。なんか、それを、その、あの悩みにこう、対応して自分が落ち着いちゃってる自分に出会ったってことね。そう、それがあったんですよ。なるほど。それがなんかね、その悩みっていうか、それのいろいろ聞いてる後輩に対してなんか申し訳なく思っちゃって。ああ。それがありましたね。なるほどね。でもその後輩に対しての解決策はこうやってやるんだよってお前が見せてやること以外なくない?まあそれはね、もう練習でもバチバチいくしかないですよね。うん。そこでなんか、まあ、鉄くんやってるし、うん、俺もやらんにゃいけんなって思ってくれたら、まあ、うんうん、嬉しいですけどね。うん。ああ、なんかでもそういう選手、いたよな。なんか今いないかもしんない。うち。ほんますか?うん。でも聞くかな?なんで出れないと思うとか、俺逆に。いや、なんか、いや、何なんすかね、あいつ、みたいな。うん。まあ、いろんな不満あるじゃないですか。あるあるある。当然あるよ。出れなければ出れないほど。そうそう。で、なんか結局、俺も結構そういう悩みとかあって、で、コーチとかに相談してたんですけど、うん、まあ、コーチがまあ、言ったんですよ。その、ネガティブなパワーを力に変えても、誰も幸せなんないじゃんって。うん。で、僕は言ったんですよ。いや、なんで人を幸せにしないといけないんですかみたいな。うん。別にネガティブなパワーでも自分を突き動かせばよくないですかみたいな。うん。とりあえずどう思います？ああ。ネガティブなパワーを力に変わればそれでいいじゃないですかっていうスタンス大輝は。なんか僕は必要枠だと思うんですよ。なんで？必要枠。ああ、必要枠ね。うん、そう。そうやって発散して、まあ、周りにちょっと不快な思いを与えるけど、うん。自分がそれでこうグワッてなるんなら、うん、別にいいんじゃないかって思うんですけどね。まあまあ別にいいんじゃないかなとも思うな。なんかさ、今一個前になんか誰か出てこなかった人が、そのコーチですか？そうそう、コーチと話してる時にそのネガティブなあれをパワーに変えられればよくないですかっていうのと、なんか後輩かなんか出てこなかった、今話の中で人が出てきたよね。あ、なんか誰も幸せにできないんですか？ああ、それ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 。はい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 。誰も幸せにできない。え、そこなんだっけ、文脈。なんかそのネガティブなパワー、ネガティブなパワーを、こう原動力にしても誰も幸せになんないじゃん、みたいな。うん、ああ。ネガティブってどんなこと？具体的に。こう、やっぱりこう、不平不満とか言い散らかして、うん、こう、自分を突き動かすみたいな。それを発散、はいはいはい、ま、周りに発散する、発散して、はい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 、自分だけがこう、解消していくみたいなパワーじゃないですか、ね。ああ、全然、それはいいと思うよ。そうですよね。うん、いいと思うんだけど、いいと思うんだけど、それは、うん、まあ、例えばじゃあ大輝がそれをしたとして、俺はいいと思うんだけど、それによって、それを聞いてるやつがいるよね。ああ、そうなんですよね。うん。
だから、感染しちゃうんですよね。そうそう。で、でも、大輝がそれをエネルギーに変えてやれるタイプだっていうのを全員が知ってるんなら、別にそこにみんな聞く耳立てる必要も何でもないんだけど、例えばそれで自分をこう駆り立てて、ネガティブなものをエネルギーに変えてやれたとし、やろうとしたとして、例えばじゃあその日、お前の調子が悪かったとするじゃん。うん。そうすると、もう見え方最悪じゃん。ネガティブなことを、確かに。やることもできてないみたいな。うん、確かに。そこは、なんかこう、その日のパフォーマンス、もちろん、あの、質とかクオリティとか、もう、当たり質とクオリティでしょうか。まあ、あの、追求して毎日毎日やっていくけど、必ずしも毎日調子いいわけじゃなくて、自分の思いとは裏腹にうまくいかない日とか、自分はあんま気持ち乗ってないけど、サッカーしたらめちゃくちゃ調子良かった日とかもあるわけじゃん。だから、なんかこう、自分と周りの人がそこにいるときに、そこにこう出すものが、こう、必ずしもグランドとリンクしない時があるから、そうなるとなんかそのネガティブなことで自分のエネルギーにするっていうことは一つのこうエネルギーのなんていうの出力の仕方としては合ってると思うけど、でも、うん、もう少しこう複利で見た時にはあんまりいい影響はないなと思っちゃう俺は。確かに、うん、あれですよ、僕はそんなネガティブなこと言ってる立場じゃないですからね。まあね、もちろんもちろんもちろん。ちょっとこれあの、ご提案レートのあれなんですけど。いや、大丈夫。例えば大輝が言ってたから俺も。大丈夫ですか。大丈夫。いや、なんか僕の言い方もなんかそう捉えたら申し訳ないなと思って。いやいや。はい。そうそう、大輝がとかじゃなくてね。はい、僕ポジティブな方なんで、多分。うん、うん、あ。今までネガティブだったらすいませんって思いますけど。分かってるよ、それは。いや、でも、そう、今の考え方を整理、俺が整理するとそういうふうに思う。そうですよね、確かに、うん。そこは間違いないですね。うん、結局チーム考えちゃうから、俺は。ね、あ、そこはそれでいいんだけど。あとあとね、みんながそれを気にするとか。うん、確かに。うん、そうですね。ってくると、あんまり良くないのかなっていう。うん。確かに。難しいよな、でも。まあ、いや、なんか、うん、サッカー選手ってもっと泥臭いっすよ。うん。もっとなんか、綺麗っすよ、みんな。なんかあれだね、言いたそうだね。あ、いや、綺麗、全然綺麗。うん。発言が綺麗っすもん、みんな。ああ。もう、綺麗、綺麗。汚いの言ってみて、じゃあ。いや、なんか、もっと泥臭いっしょ、サッカー選手は。お金とかさ、うん。地位とかさ、もっとそういうことで入るでしょ、絶対。ああ、うう最初からサポーターのためとか入る人います？ああ、それはいないんじゃない？でもさ、そういう教育をされないじゃん、だって。うん。うん。だからなんか、綺麗だな、もっとこう、泥臭いんですけどね、本当はサッカー選手って。いや、わかるよ、言いたいことは。なんかね、1000万以下はプロじゃないとか、もうもっとお金欲しいとか、うんうんうん、もっといい家住みたいとか。うんうんうん、もうそんなことが原動力じゃないですか。もちろんもちろん。だったけど、やっていくうちに、いくうちに、うん、やっぱそこでサポーターの方がいるって気づくじゃないですか。うん。うん。うん。なんかそこ行った方がいいと思うんですよね。なるほどね。綺麗ですよ。ああ。まあまあまあ、うん、言いたいことはわかるし。サポーター、うん、そうだな、サポーター、選手、クラブ、例えばお金の回り方、多分知らなすぎるんだと思うんだよね、選手。いや、そうですね。間違いないですね。うん、なんかこう、うん、そうだな。環境が当たり前すぎるのかな。それとも教わらないだけなのかな。ちょっとそこら辺はわかんないけど。あと、あの、よくあのカテゴリーが下のクラブからこう上がってきて、うん、頑張ってますみたいなあると思うんですけど、うんうんうん、絶対最初上のカテゴリーが良くないですか？うん、あの個人でってこと？まあ、何にせよ、そうそう、何にせよ、あ、上のカテゴリー、まあでもなんだろうな、やっぱそのわかんないなら上の方がいいよ。うん、なんか自分の中にこうわかんない、サッカー選手やってて
なんか大事にするものとか進んでいくものが明確じゃないなら上の方がいいと思うよ。とりあえず。わかんないでしょって。わかんないなら上って言ってもいい。でもカテゴリー上の方が多分人間的にすごいしっかりしてる人いるじゃないですか。うん。いや、それはわからんけど。ほんますか、うん、僕、もう実体験ってそんな感じだったんで。あ、いいね。そういう話いいよ。やっぱり、上のカテゴリーとかやっぱすごいしっかりした人がいて、うん、やっぱそうプロフェッショナルな人がいたんで、そういう背中を見て気づくのは、うんうん、絶対早い方がいいなと思ってるんで、うんうんうん、上のチームの方、スタートの方が、まあ、なんか、自分、下のカテゴリーから来ました。頑張ってきました。みたいな。うん、で、あの時、いろんな人にこう言われたんですけど、俺はこう来ました。みたいな。うんうんうん、ああ、なんかすごい美化してるなと思ってんですよね。いや、これはもう俺のひねくれ方なんで、もう全然申し訳ないですけど、うん、なんか本当にダメなことを自分が、もう自分を正当化しすぎる感じありません？ああ、でも自分がここまでやってきたから、もう俺はあんなに言われたけどやってきました、みたいな。うん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 。だからその時のその人は多分本当にその人のことを思って言ってるから、うん。なんかその人のことまで悪くなっちゃうのはちょっとどうかなと思ってんですよね。なんかお前話が抽象的すぎるな。なんか もうちょいこう、すごいよ。言いたいことすごいありそうなんだけど、なんか。なんかちょっと難しいんですよ。何層、何層にも重なってて。どういうことってなる聞いてて。いやいや、まあそう、ちょっとでもこれ、ね、やっぱ。別に誰とかじゃなくて、例えば、例えばどういうことなの？例えば、まあその、うん、言いたいこと、まあ J。J3 から入ってきて、今 J1 で頑張ってますよ、みたいな。はいはい。まあ、うん、そういう選手がいるとしよう。まあ、俺はあの時の経験があって、今ここにいました、みたいな。はいはい。頑張ってますよ、みたいな。うんうんうん。が美談すぎるってこと？うん、なんか、美談っていうか、なんか、俺はあそこでスタートしたのが良かったですよ、みたいな感じいるじゃないですか。ああ、ああ、ああ、はい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 。いや、俺は多分絶対最初 J1 スタートが絶対いいと思うんですよ。うんうんうん。なるほどね。ああ、俺だったら湘南スタートして、湘南でキャリア始められたことが良かったみたいなことか。そうですね。でも絶対最初はビッグクラブのスタートした方が僕はいいなと思ってます。なるほどね。うん、だっけ、その、え、それはさ、うん、はい、なんすか。それはビッグクラブに行って分かったからそうなだけじゃない。俺はビッグクラブを知らないから、スタートしてないから、分かんないから、だから、俺の中の一番マックスのところがそこしかない。湘南しか。から、それ以上を知らないから正当化するしかないよね。だってそれが自分の中でマックスというか、もう頭打ちだから。うん、でもビッグクラブってビッグクラブって言われる多分理由があると思うんですよ、絶対。ああ、もちろんもちろんもちろん。うん。そこやっぱ人がつなげていくなと思ってるんで、僕は。うん。なんかそういう人が絶対いると思ってるんで。あ、それは入れればもちろんそれがいいと思う。はい、うん。でも大体その J3 から行く人とか J2 から行く人って選べなかった。まあそうですよね。うん。ってなるとまあそういう文脈の話にはなってきちゃうよなと思うけどね。まあこれは僕のちょっとひねくれ理論ですけどね。いやでもまあそういう考え方ももちろんこう正解不正解ないし、うん、いろんな人がいるから。まあ逆に俺のものの見方とは違う見方だし、それはそれで面白いなと思うし、また一つこう、俺は吸収しちゃうけどね。なるほどねって。そういう人の方がなんか突き抜けるかなと思うんですよね。うん。バーンって。どうなんやろうな、でも。まあもちろん良かったことありますよ。下から、上がってきて、うん、いろんなものの見方っていうか、まあ、価値観とかめっちゃ変わってきたし。うん。でもはい。そのレベルに行くのは絶対早いに越すことないなと思ってるんで。うん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 。そこはあれですけどね。で、やっぱ今の時代って、もう本当否定できないっすよね。人のこと。ああ、それ今の時代じゃなくても否定できねえだろう。いや、なんか今って結構、否定してた人が一気にこう飛び越えるの多くないですか？ああ、否定してた人が。その、いや、お前ダメだよ。今のマジダメだよ。って来た選手が、うん、J3 から急にパッて J1 行ったみたいな。うんうんうん。で、逆にもうその人の言うことが正解っていうか、やっぱり、否定、その、はいはいはい、その否定した人の選手が逆に次否定される側になっちゃうじゃないですか。うん
うんうんうん、だから今すごいチャンスが多い時代だなと思ってるんですよね。なるほどね。そういった意味では。うん、そう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 。なんかそうしてでも聞いてると、J1 行った人で、まあその一流の背中を見て、人間性に触れた方が得られるものは当然あるけど、結局その人が、なんか自分のことを分かってないと、まあどこ行っても一緒なんだろうって思う、うん、俺は。確かに。うん。カテゴリーは大事だし、うん、行く場所によっていろんなこう、人との出会いとか、うん、たくさんこういろんな情報がそこには転がってて、でも結局なんかその人が、うん、受信できる器量とか受信できるぐらいのアンテナ張ってなかったら、どんなにいい環境にいても別にいい選手にはなっていかないし、結果的にじゃあ上にいたけどこう出場機会がなくてカテゴリーを下げるみたいな話になっても、じゃあそこからすごい跳ねるのかって言われると、うん、まあ別にそんなこともないし、でもそこから這い上がれる人ってなんか自分のその一回カテゴリーが落ちたことによって、例えばこう考え方が変わってみたいな、で考え方変わったから自分が受け止められる情報の量も変わってきて、だからいろんなことに気づいてまた跳ねてとか、またこうカテゴリー戻して活躍しましたみたいな話だったら成立するなって思うから、うん、そうやな、なんかあんまり、まあ、わかんないなら上いた方がいいけど、上にいたからじゃあ、うん、大輝みたいにさ、いろいろ感じ取れればさ、広島行って、まあ、青野さんとか森崎さんとかいろんなこう、うん、本当にこう J1 で名だたる選手たちのそばで身をもってこう感じたりとか、またはこう話してなんか得られたりとか、そういうのをなんか結局大輝だから得られるけど、なるほど、うん、そうじゃなかったら別にただいるだけ、確かに分かんないですもんね、そう、そこのいる場所がね、自分の、そう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 、はあ、ははあ、だとしたらもうカテゴリーとかあんま関係なくないって思っちゃう俺は。ああ、すごい、いや分かんないけど全部言語化してくれた俺の抽象さを全部言語化してくれたすごい能力や、うん、分からんけど、すごいですね、そんな気がする。だからなんか一緒に今ボルティスでやってる若い選手たちたくさんいるけど、なんかそういうアンテナを備えつけてほしいってとは思うよ。あ、まあ、試合出れればいいし、もちろん出てほしいけど、みんな出れるわけじゃないから、出ても出れなくても、でもなんかこう1年本当にこう濃い時間だったみたいな、あ、そういうふうに最後言える人ってどんな人なんだろうって思った時に、やっぱそういうものを自分の中にこう備えつけられる、備えつけられたらなんか出てなくても成長できましたよみたいなことになるのかなみたいなとか思ったりするけどね。なんかその先だよね、あとは結果とかさ、うん、そうだね、っていう価値観かな俺としては。せっけんくん、どこでそんな身についたんですか？俺、2018年ぐらいじゃない？リカルド2年目ですか？うん。みんないなくなっちゃったからさ。ああ。これ結構メディアで喋ってるけど、まあ、本当俺の中ではかなり大きかったんだよね。まあ、大輝とかもいなくなったし、17終わりで。はい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 。で、18は夏にみんないなくなっちゃって。ああ、そうか。うん。で、リカルドもそのタイミングでこう、やり方変えたりしたからさ、サッカー変えて結果を追いに行くとか、なんかほんといろんなことが起きたのよね、現象として。そこでなんかものすごいこう自分の中で、うん、無力なところを感じたし、なんか俺って何求めてんのかなって考えさせられたし、そこで一気になんか自分の考えにこう決着をつけに行ったところは、
なんか自分一人の幸せなのか、結局チーム、やっぱり俺はチームなのかみたいなとか、なんか結果ってどこまで追うべきなのかみたいなとか、監督と選手って何なのみたいなとか、もっと言えばなんかスペイン人ってどんな人種みたいな、そもそも、うん、なんかそこで全部つけに行った感じはある。すごいっすね。だから2017とか俺本当キャプテンとして機能してなかったと思ってるもん、自分で。いやいやいや、岩尾のおかげっすよ、2017は。なんかもう自分の経験してきて、見てきたキャプテンの人とか、まあおそらくキャプテンってこうであろうみたいな、こう、イメージみたいな、そんな、なんかこう、なんだろうな、確信のないものを引っ提げてた感じ。いや、2017は、結構わちゃわちゃしてたじゃないですか。うん。なんかもう胸ぐらつかむ喧嘩とか普通にあったし。あったね。なんかもうなんか普通になんかあの物壊さず持ったし、試合でれんくて、なんかもう本当なんかみんな血気盛んじゃないけど、うん、わちゃわちゃしたじゃないですか、もう、うん、あれをなんかうまい具合そのいい方向にパワー持ってったのはすごいなと思いますけどね、うん、まあ確かにカオスではあったな。いやカオスっすよ、あんなもん。いやあれマジ一個間違えたらもう最悪な方向行ってますからね。まあそうだね。いやそこで歯止め聞いたのはやっぱ上のトミさんとかやっぱチャンさんとかも、うん、まあトロさん含めて多分ケン君とかって思うんすよ。それはマジですごいなと思ってましたけどね。まあ確かにな、毎年あるけどな、ほんといろいろ。ああ2019だって。俺結構あん時のわちゃわちゃは結構あんまないっすけど。わちゃわちゃあんまない。もうなんかあんなうわーみたいな、うん、なんかもうイケイケどんどんみたいな、うんうんうん、いやマジ岩尾っていうもう元戦なかったらもうやばかったっすよ。あ、そう、はい、よかったわ。そんぐらいのそんぐらい存在感っすけど、ね、俺なりに奮闘してよかったわ。いやマジで2016年はケン君知らんかったっすけどね、15年までは。一緒に入ったのに知らんかったんやろ。うん、いや誰や岩尾って思って。マジで全然知らんかったっすよ。一緒にやって、めっちゃすごいやん、面白いと思って。ありがたいな、そう言ってくれると。28年の俺が。いや、マジで一緒にやって分かるすごさやし。そういうのなんか広めてよ。徳島でサッカーした人増えそうじゃん。いやマジで岩をやってみるとほんとすごいっすよ。すごい。いやなんか俺シンプルにうまい。あ、サッカー。いやサッカーがうまい俺結構。しかも気づいたの2016年ですよね、一緒に入ったの2017。うん、2016年ですか。16年一緒に入ったのは2016年の後半から気づきましたもん。あ、そうなの。岩ってうまくないみたいな。何やそれ、後半から気づきましたよ。いやなんか、いやなんか、キャプテンですよね、2016年も。16キャプテンじゃない俺、浜さんがキャプテン。ああ、でもゲームキャプテンやってましたよね。16? やってないって。やってないっすか。やってない、やってない。ね、なんかすごい、監督とコミュニケーション取るし、なんか。ああ、でも。やっぱ、うめえ、すごいんだなと思って。うん。で2017年に、あ、この人うまいんやって、あの、朝の散歩の時に俺言いましたもん、ケン君に。え、全然覚えてない。キャンプ試合の日の散歩の時に、いや、試合の普通の J リーグの時に。あ、J リーグの時、はい、朝の散歩の時に。ケン君ってうまいんすねって。ケン君ってめっちゃいい選手っすね、つって。そんな全然覚えてない。めちゃめちゃ失礼やけど。うん。で、そんなん言われたくんだ、俺。はい、メディアであんまこう褒められないから照れるわ、普通にこれ流れてると思うと。いやいや、やっぱ試合とかあんま見てなかったんですよ俺、もう徳島移籍してから、うん、見るとやっぱ、いやうめえなと思いますもん。そう、はい、いやでも今も味が出てきてるよ、もう少し。いやいいっすね。すげえな。いろいろこう分かるようになってきたよ、おかげさまで。リカルドやっぱそこはすごかったじゃん。うん。戦術の引き出しは。いやー、すごかったっすね。うん。で、また引き出しの多い方が今、新監督だからね。あー。やっぱすごいんすか、スペイン人の監督って。
戦術やっぱすごいんじゃない？なんかもう盤面盤面でやるのがすごい。いや確かに、うん、いくらでも多かったっすよね。多かったよね。そうそう、めっちゃ多かった。めっちゃ似てる、めっちゃ似てる。ああ、そうね。盤面の話し方がすっごい似てる。言ってます？パシージョって言ってます？パシージョ言ってない。あ、もう言ってないんや。うん。なんかむしろこっちが言ってる。こういう時パシージョみたいな。すげえ。こっちが超えてる。すごい。これパシージョかなみたいな。すごいな。でもマジで、いい具合に、あれさ、ちゃんと選手の個々出てますよね。徳島？うん。リカルドベースで、それをそう思ってるんですけど。そうだね。個々出てる。特徴が出てるってこと？うん。うん、まあ、それは出てるな。なんか、まあ、多少、まあ、外で見ると中で全然違うじゃないですか。うん。まあ、外で見る限り、なんか、まあ、多少、なんか、もう少しはストレスある選手いるんでしょうけど、うん。まあ、すごいなんか、おのおのの役割に徹してるなと思ってますけどね。ああ、それはあるね。うん。もうそこ、うん、そこに対しての力のかけ方がすごいな。うんうんうん。確かに役割にコミットできる感じはあるな。うん。そうなるまでにやっぱ難しいよね。今もそう。まあまあ。うん。まあまあそうっすよね。あそこまでこう、力の割き方が分かると、ああ。かなり、効率いいサッカーというか、まあ、あんまこう、勝利を焦る感はあるけど、わかんないうちはやっぱ動きすぎちゃったりとか。いや、そうなんですよね。うん。深いっす、サッカー。やっぱね、やっぱ動いちゃうんですよね。俺もサッカーわかんないですけど。野生だもんね、大輝は。そうなんすか？俺野生なんすかわかんないんすよ。なんかよく聞かれるんですよ。よく言われるんだけど、記者会見で、うん。特徴教えてくださいみたいな。うん、もう、最近ずっと言ってんですけど、うん、見たものが全てですって言ってんすよ、僕は。うんうん。特徴って、はい、あ。もうあなたが見たものが僕の特徴ですって言ってんすけど。うんうんうん。なんか、まだわかんないんですよね。自分の特徴って。なんかね、うん、なんだろうな。すっごいマニアックなところでいくと、はい、走ってるストライドとか日本人っぽくないよ、お前。いや、それ言ったらちょっと弱いっすね。なんかね、なんか動物感がある、そこのストライドの幅と、だからまあ、要はそのプレーエリアっていうのかな、その、なんだろう、自分の足がこう、出る範囲っていうんだいうのかな、は広い。なんか気持ちいいっすね。そう、うん、なんかその気持ちいいか知らんけど、俺にはそう。うん。なんか伸びてくるというか。なるほど。あとは、やっぱこう、俺結構予測してディフェンスするタイプだから、うんうんうん、あ、それって何でっていうと、まあ、顔見たり、目線見たり、体勢見たり、まあ、その時のこう雰囲気。あ、このシチュエーションだったらこうするだろうなみたいな、まあ、若干統計チックなものもあるけど、うん、そこでそれをまあ一瞬でこう判断するわけじゃん、はい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 、何考えてるかわからないあなたは。ああ、そうなんですか。なんだろうな、なんて言ったんだろう、 気がないというか、なんかちょっとそれぞれスピリチュアルっぽくなるけど、殺気がないというか、殺気あるやつってやることわかるじゃん。わかる。まあバカボンドでいう殺しの螺旋ですね。螺旋、そう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 。白バイ犬の、はい、うん。それがなんかない感じ。だからわかんない。わかりにくい。あ、いや僕も螺旋降りようとしたんですよ。いや降りれんかったんですよ。降りれんかった。降りれんかったっす。もうぐるぐるずっと回ってんですよ。回ってんの。いやそれこそ徳島時代に点取ってたじゃないですか。もう過去の栄光ですけど。うん。うん、結構毎試合きつかったっすからね、なんかもう。メンタル？なんか取らんといけんみたいなのあったんで。ああ。で、1、2試合通ってなかったら、取ってないじゃんみたいな感じで言われたんで。誰に？まあ、その選手は、まあ、ボソッとっすよ。なんか冗談で取ってないじゃんみたいな。うんうんうん。で、周りとかも、ああ、なんかこれ、しんどいなと思って、思ったんですけどね。まあ、確かに。もう俺は言わないけどね、冗談でしか。もう絶対わかる、冗談でしか。でもまあ、
あの時のインパクトが強いのも本当、なんか嫌すけどね、僕は。いや、いいやん、別にそれはそれで。いやいや、もう、そこやっぱそこ言うんすよ、みんな。うん。だから今が全然何もやってないんで、うん。もう結局そこでしかインパクトないんで、ダメだなと思ってますけどね。まあ、難しいな。まあでも俺らなんてさ、人が決めるからね、その価値。まあ確かに。うん。まあ、まあ、その実績として23ゴール取ったのは事実だし、まあ別になんか、それが嫌だって思う必要もないし、うん、それがいいって思う必要もないかなって思うけどね。すごいっすね。現象、ただの現象です。井筒みたいっすね、マジで。なんか、半分嬉しいけど、半分嬉しくない。井筒みたいだな。人が決めることやんだって、印象とか価値なんて。まあ、それこそ、あれですよね。あの、前のカズ君のあれにもあったけど、やっぱ、うん、スタジアムに来てくれてる人に対しても、やっぱ、何か与えれたらいいですよね。うん、どうした急に。これは言おうと思ってた、俺。急にどうしたカズ君、好感度めっちゃ上がったけん。うん。ちょっと俺もこれ言ったら上がるんかなと思ったんですけど。いや、そんな薄っぺらいのじゃ上がらんわ。いやでもね、竹原ピストルが言ってたんですよ。もう本気のやつの人生、うん、本気で人生生きないと、うん、誰かの心は打てないって。おう、いい言葉。これやと思って、俺も、うん。これ言おうと思ったんですよ。うん、これ言ったらなんか上がるかなって。いや、そう言わればいいよ、上がるかなとか。そうなんですよね。今下がってるんですよね。そう、今下がってる。上がるかなって言ったことによって下がってる。いやでもなんかこの言葉聞いた瞬間に、あ、確かになってマジで思ったんですよ、うん、いやそれはでも真理だと、なんか勝ち負けいやじゃなくてみたいな、自分が楽しければいいじゃんとか分かるんですけど、うん、多分それだと多分もう本気で勝ちに行く人生じゃないと多分誰かの心は打てないなと思ってるんですよね、うんうんうん、もう負けていいやっていう感じでいくと絶対もう、うん、あ、だからそこはもう一度竹原ピストルさんに気づかれましたね、気づかされましたね、うんうんうん、いや、そらそうだな。まあ、間違いないでしょう。なんかあるじゃないですか。結局なんか、サッカー楽しんでとかあるじゃないですか。あ、あるね。いや、もうそこじゃないんだな。もう勝ちに行くんだなって絶対。ああ。もう。目的が勝ちだったらいいんじゃない、方法は楽しむで。え、どうぞ。ちょっと今すごい出鼻くじかれたんですけど。いや、だから、あの、その勝つっていうのはもう俺らの、うん、そんな言わずもがな至上命題なわけで、あ、なるほど、うん、さ、勝たなくていい、負けてもいい試合なんか一個もないし、うん、まあ、そんなことはこう、もう今更そんなこと言わなきゃダメですかっていう話で、あ、でもそのなんかこう手段は別にいろんな方法があっていい、あ、なるほどね、そう、勝つためにもうめちゃくちゃもう絶対死ぬ気で勝ちに行くっていうマインドで、うん、その手法を取って勝ち取りに行くんでもいいし、逆に楽しむっていうマインドで勝ちに近づけると自分が思うならそうした方がいいし、うん、なんかそういう個人のマインドよりチームでガンガンこう盛り上がった方が勝ってるんじゃないかと思うならチームをこうもう少し鼓舞した方がいいみたいなタイミングもあるだろうし、まあ、逆に何にも言わないでこのままピッチ入った方が今雰囲気めっちゃいいから勝ちに近づくために今めっちゃ雰囲気いいから何も言わないみたいな時があってもいいと思うし、うん、なるほどね、そのなんか、うん、目的は勝つだけど方法は別にいろいろあるんだろうなって言って、その都度なんかその方法を間違えると、なんか大輝が言ってたけどロッカールームでなんかこう試合前に喋るときになんか間違ったこと言うとはいみたいになるみたいな、うん、はみたいになるじゃないですか、一歩間違うとみたいな話とか あったけど、ここでしてないか、打ち合わせでしてなんか。はい、そうっす。だからそういう、その方法を間違えるとそういうことになっちゃうけど。ああ。うん。間違わなければまあ。すごいな。2、3個ぐらいの深読みしてますね。勝ちたいからね、俺も。うん。チェック、そういうのはあれですよね。ちゃんと見極めれますもんね。今の現状とか。チームの状況とか。うん。見極めたいと思ってる。すごいっすよね、そういうの。めちゃくちゃ見るよ、だから、毎日。いろんな情報というか。ああ、僕もまあ、ポジションから人の癖とか見てるんですけど、うんうん、また視点違いますもんね、ケン君、絶対。
見る意味も違うし、絶対。あ、まあそうね、そうだね。うん。だから結構ひょんなことっていうか、ね、大輝さ、ここどう思うって大輝に聞くと、なんか全然見てるとこ違ったりするから、参考になったりする。なんか、まあこれ、ケンケン一回言ったと思うんですけど、うん、あの僕、高校時代の先生に、うん、あの、言葉の奥を汲み取れって言われたんですよ。でその人は多分 何気なく言ったんですよ。絶対、うん、何気なく、うん。まあ、それかワンチャンその人が気持ちよくなるために言ったか。わかんないですけどね、心理は。うん、まあ、俺はそう捉えてるんですけど。うん、でその言葉が俺、高3からずっと残ってるんですよ。おで、寝る前にあの今日一日の会話を全部思い出すんですよ。おうおうおう、で、あの時のその人が言った症状とかも思い出すんですよ。で、結構言葉って自分が思ってるのと違う言葉が出る時もあるじゃないですか。うん、でその時の顔とかで、なんか嘘か本当かなとか、あの言葉本当はどういう意味なんやろうなとかを考える癖がずっとついてて、うん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 、で、これはいい面も悪い面もあって、うん、もう考えすぎちゃって、いや、あの人実はこんなこと言ったけど、絶対こういうこと思ってるだろうなっていう感じで、ちょっと嫌な気持ちになる時もあったんですよ。ああ、うんうんうん、でもそれがなんか変になんかこう染みついちゃって、うん、もう相手の顔とかで汲み取れるようになったっていうか、うん、なんか言葉一個一個のニュアンスが分かるようになりましたけどね。うんうんうん。あ、その、それにすごい近いと思う。ああ。でも、汲み取っちゃうと、さっき言ったように、本当に思ってるかどうか分かんなくて、うん、そこの不確実性あるじゃん。自分が今、こう、汲み取った、おそらくこう考えてて、こういう表情してるから、こうなんじゃないかと思ってるっていう、そのまま持ち帰っちゃうと、あんまり俺は、まあ、持ち帰るときもあるんだけど、なんかその箱はちゃんと開けに行く。なんかさ、あんまり言葉、なんかあんま顔さえないけど、何どうしたなんか思うことあるとか、まあなんかあのときあんま顔、色的にそんなにこう納得できてない感じだったけど、どうみたいな。気に入っちゃう、俺は。で、それが自分の思ってる感覚と一緒なら、あのとき汲み取ったものと一緒なら、なんかこういい解決策ないかなとか一緒に考えたりするし、なんか全く違ってたら、いや別に全然大丈夫ですよっていう感じなら別にそこまで触る必要もないし、うん、結構僕は言っちゃうんですよね、思ったことをとか言うようにしてます。ああ、顔色っていうか、いやとかもう その時自分が思ったことを言うようにしてる。なるほどね。変にその空気とか、まあうん、まあ、読まずにじゃないですけど、うん、まあまあ、ポイズンでもあるじゃないですか。言いたいこと言わないようなから、ね、ポイズンって、うん、いや言えよって思うんですよ。なるほど、うん、もう言わないって選択したのは自分なんやから、うんうんうん、世の中に対してポイズンじゃねえよって、ね、言えよって、うん、言いたくないのは言えよって。みんなの前で言いたくないかもしれないよ。ああ、とか。確かに。ああ、もう個人的にね。うん。だから、大輝には言えないかもしれないよ。いや、あるよ、絶対そういうこと。俺には言えないことだって絶対あるもんだって。ああ、そうなんすね。うん。だから、うん、こう、大輝と、じゃあ誰が仲いいのかをちゃんと見ておかないと、そいつから聞いてもらうとか。ああ。まあ、なんかやり方ちょっとこすいけど。でも、真実見ようと思ったら、もう自分の力だけでは見えないからね。なるほど。うん。すごい。やっぱりそういう意味でもチームメイトって本当大事だなって思うよ。ああ、確かに、うん。コミュニケーションの動線というか。うん。逆に見てますもんね、選手も自分のこと。そうそうそう。見られてますもんね。うんうん。そうよ。確かに。だからまあ、日頃のあれが大事ですよね。説得力っていうか。うん。言うからにはちゃんとやらんといけんし。そう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 。ね。うん。そういう段階まで来てんじゃない、大輝も。いや、僕は、あの、結構、過去とか振り返って、うん、あの、あの時こうしたらよかったな、とか思う時あるじゃないですか。うん。いや、僕ないんですよ、それは。ああ、そうなんだ。結構今まで過去振り返って、もしもこう自分のあの、独断と偏見なんですけど、もう10年間もうちゃんとやってきたなって思ってるんですよね。うんうんうん。もう、まあもしそれで、いやもうやってねえよって言われたら、もう本当すいませんってやめますけど、うん、もう僕の中ではもう10年間毎日ちゃんと
ガツガツやってきたなっていうのはあるんですよ。うんうんうん、で、26で J1 来たけど、うん、まあ、周りから見たら遅いんですけど、まあ、これは僕の中でもう全速力なんですよね。うん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 。だからそこに対してのブレはないっすね。なるほど。はい。スコケン君も一緒なんじゃないですか。あ、俺も一緒一緒。ね。うん。なんかもっと早く知っときたかったとか、そういうことはあるけど、あ、でもその瞬間、その瞬間はもう、あの、擦り切れるほどやってるって自分の中では位置づけてるから、全く。ですよね。うん。後悔とかはないかな。確かに。そうなんですよね。だからなんかこう、ただ過ぎた時間にはしたくないって思っちゃうタイプだから、だからその時間過ぎたなら、じゃあ、どう、あの、未来作っていかなきゃいけないのかみたいなところは、真剣に考えた方がいいなと思っちゃう。ケン君の未来はどうなるんですか、これから。どうなるんだろうね。でも今は本当になんか、自分のパフォーマンスは当たり前だし、当たり前に磨いていかなきゃいけないけど、うん、なんか本当今はチームのことが一番最初にやっぱ来るから、俺は。何につけても。うん。だから、いいチームって何だろうみたいな。サッカーチームって何なんだろうみたいな。プロサッカー選手の集団って何なんだろうみたいな。そういうのをこう、追求し続けたいかな、一旦は。なんかそれっぽいのが見えるまでは。すごいな。ちょっと分かりかけてきてる気がするけど、昔よりは。指導者になるんですか？指導者も視野には入れてるけど、うん、でもまあなんか指導者だけが全てではないかなっていう。もう絶対指導者になりますっていうスタンスではない。うん。サッカーには関わってくるんですね、うん。こんだけサッカーのことに対して。うん。目向けできてるから。でもチームとか組織で言ったら別にサッカー離れても結局人間人と人だし、コミュニティだしっていうところで言うと、まあそのどこ行っても土台は一緒だなって思ってる。確かに。うん。まああとは何をこう自分の仕事にしたいかっていう、それがサッカーなのか、それともサッカーから離れた、なんだろう、もっとこう社会、もっと広いものに貢献していくみたいなマインドだったら違うだろうし、サッカー界ならサッカーのことになるだろうし、そこがまあまだ見つかってないから、まあ、今声を大にして何かこう言えることはないかなって感じだけど、いい社長になれそうですね、ほんまに。入りたいっすもん、その会社。はい。井筒の会社とライバルになるな、多分。いや、井筒の会社はマジでやりましょう。やるんや。井筒の会社やったら潰しに行きましょう。あ、潰しに行くのね。はい、同じ、ね、同じ土台立って。なるほど。いやマジでもう、ケイン君はキャプテンシーすごいっす。まだ終わらない、この回。もう1時間経つんだけど。ああ、もう終わりますか。すいません。すいません。初めてなもんで。ちょっと喋りすぎちゃいました。大体45分ぐらいで終わる。ああ、そうなんですか。ちょっと、ケイン、カズ君超えました。うん、超えた。超えたけど、ちょっと最後のとこ俺も聞きたいから、最後気持ちよくさせてよ。じゃあ。ありますか？バレンタインですか？キャプテンシーはすごい。いや、ちげえわ。あれはまだ秘密ですよ。あれはまだ秘密ですよ。俺のあれは。俺のあれはまだ、はい、ああいうことになったのはまだできちゃダメですよ。分かってるよ。ああ、すいません。うん、違うよ。ケン君のキャプテンシーはすごいですって言って、俺が切っちゃったから。あ、もう切ったんすか？切ってないよ。違う。俺が今、遮っちゃったから話を。ああ。そう、それだけ聞いて終わろうかなって思ったけど、もういいわ。相変わらずっすね。何が？お前や。相変わらずっすね。お前やろ。というわけで、ちょっと、はい、あ、でもあれだな。チャットから少しこう。質問ですか？うん、なんかあれば。あ、いいっすよ、答えますよ。拾いたいなと思ったんだけど、ポイズンでめちゃくちゃみんな笑ってるわ。いや、そっか。ポイズン。なんかどぎつい質問来てないですか？いやー、来てないかな。来てないか。まだまだか。渡里選手は今も出場すれば点を取る感じがする。金谷頭さん。なんかすっごい質問来てないですか？でも質問募集してないからね、そもそも。よし。終わりましょう。はい。あ、
じゃあ、一個だけ質問、今なんか一番来たから。いいっすよ。嬉しい。スター、ステ、ちょっと読めないな。え ?2017 年に足りなかったのは何だと思いますか？何ですか？ああ。どうすか？主観でいいよ。もちろん。何やろな。チーム力。が足りなかったってこと？うん、完全にベクトルは向いてなかったですよね、多分全員が。なるほどね。同じ方向に。これ、ケン君も思ってたでしょ？うん、なんかね、うん、そうやな。なんかもう、最後のうわーっていうパワーは、チームよりも個人でなんとかした感じじゃないですか。ああ、そうそう。あ、でもなんかそれでも1年間そうだった気がするけどね。ああ、そうなんす。ああ、まあ確かに。そうっすね。うん。うん、確かに。波がすごかった。うん。試合試合の。もういい時手つけられんけど、ほんま悪い時はそっちも手つけれんぐらい悪くなる。うん。うん。若かったっすよね、みんな。若かったし、でもなんかやっぱそれを調子で合わせられなかったなって思うな、俺は。ああ。うん。そこはやっぱ力なかったね、当時は。当時、そうですね、今あるみたいな言い方しちゃったけど、うん、まあその時は確実になかったかな。その時に比べたら今の方がまだ手札あるから。うん、もう少しこう、こういうのをさ、減らせるというか、なんかあの時はやっぱ、バッて言って、うわってなる時はあったけど、なんか、毎回なんか言えればこうなるわけじゃなくて、毎回言っててもダメじゃん、ああいうのって。うん。だから、そういうのをこう、うまくこう、なくす、マネジメントっていうか、そういう仕事はできなかったなと思うな。そうっすかね。うん。チーム力か。なんか弱いな。微妙だな。もうちょいなんか、くらっていう答えしたかったっすね。いやいや、十分でしょ。いい答えだったと思うよ。そうっすね。じゃあ、西山太陽さん、井筒選手にこれだけは負けないみたいなのありますか？逆に、あいつに負けてるとこあります俺。そうやな。ありますなんか。あんま見当たらんな。だってあいつ初対面で最初の言葉、何やと思います？知らん。同い年やんな。はい。初めての同期やったんですよ、僕。うん。で、飯行って。うん。おいしいっすみたいな感じで。うんうん。そしたら、バタイってさ、どんな感じって言われたんですよ。なあ、それと思って。どんな感じって来ます最初。なあ、それと思って。それお前が見るんやろっていう。いや、お前、入りが角度えぐいなと思って。どんな感じなんて言われて。おもろいな。その日の魚、ご飯おごったんで、マジ金返してほしいですね。それだけはもう。絶対に言います。それだけ残しておこうかじゃあ。はい、そうっすね。さあ、もうちょっと長いことやっちゃったんで、すいません。ちょっと、いやいや、こちらはありがとうございます、はい、こちらはもう出番ないと思うんで、これ残しておいてください。いや、またやろうよ。全然。いや、大丈夫っす。やんねえのかよ。大丈夫っす。ちょっとこれはもうまれなんで、ありがとうございます。でも、はい、いやいや、出てもらって。いやいや、こちらこそ。ちょっとやっぱ、ケン君はすごいなと思いましたね。ありがとうございます。まとめてくれる？はい。すごいなと思ったし、なんか、うん、もうそういう考え方を全部こう、力でレジ打ちたいと思いました。あ、いいね。うん。もう、なんかそういう人となんか俺も嫌なん、嫌っていうか、うん、もうレジ打ちたいと思うんで、結果で。うん、うんうんうん。だからそういう人ほどはもうシンプルに、もうレジ打ちたいと思ってます。うん、楽しみにしてます。はい。試合ができるの。出れるように頑張ります。また、まあ、時差もあるので、うち向けの勉強会とかも、まあ、あると思うんで、また、これから。はい。お願いします。はい。じゃあ、というわけで、今日は、第6回未来の鍵、アビスパ福岡渡り大輝選手に来ていただきました。ありがとうございました。ありがとうございました。皆さんもありがとうございました。たくさんの方に見ていただいて、ありがとうございました。